はい、皆さんこんにちは。今日はですね、昨日に引き続いて新築マンション業界の7大タブーということで、その2番目ですね、不人気物件はありえないというテーマで、少しお話をしてみたいと思います。新築マンションで、我々、ジャーナリスト、あるいはメディアがですね、売り主に対して、この物件売れてますかって聞くと、あ、売れてますよって100%そう答えますね。いやー、売れなくて困ってるんですよ、誰かお客さん紹介してくださいなんて言われることはありえません。これはですね、我々メディア側が聞いてもですね、一般の人が聞いても同じ答えをします。で、なぜそうかというと、理由は一つでして、売れてない物件を誰も買いたがらないんですね。日本人っていうのは不思議だっていうか、私が不思議だと思うんですけども、他の人が買ってると安心するんですね。人気物件だと、あ、自分も買わなきゃいけないのかなと思ってしまうんですね。学校生活でですね、みんなと同じことをしなさいって言われるのが日本の学校でして、それがそのまま大人になった人たちっていうのは、他の人が買ってるから安心って思っちゃうわけですね。で、私みたいなひねくれ者は、誰が買ってようとダメなものはダメで、誰も買わなくてもいいものはいいというふうに言ってしまうタイプなんですけども、こういうのはもうごく少数派でございます。で、典型的なのはですね、モデルルームに行きますと、価格表みたいなのがこう出たりしますね。ある程度の物件だと、ある程度のあまり大きくない物件だと。で、そこにバラついてますでしょ、申し込みが入ったって。で、あれがですね、ポツンポツンとしかバラがついてない価格表なんてありえないですよね。あれを出してるってことは、7割8割、最低限7割8割はバラがついてないと、かっこ悪いわけですから。だからもう、それはもうね、嘘ですよ、はっきり言って。本当の場合もあることありますけどね、本当にその最終段階になれば全部バラがついてて、残りいくつしか残ってないっていうのありますけども、発売してそんなに経ってないのに全部バラついてなんてありえないし。で、皆さんの前に出してくるエクセルで作った価格表あるでしょ、あれ発売済みとかって書いてありますでしょ、あれも嘘の場合が多いんですね。それぞれ別のテーマの時に言いますけども、このお客さんに売りたい住戸というものはあるわけであって、例えばですね、9000万の物件買える人に6000万の物件なんか見せたくないんですよ。9000万買える人だと9000万買ってもらおうと、いや、むしろもうちょっと買い上がって1億買ってもらおうとかいうなるわけであって、そうするともう余計なところは全部塞いでから出すんですね。今、エクセルっていうものがあるんで、もうそんなも自由自在にできてしまいますから、出してくる価格表が全部本当というのも、私から見るとかなり可能性は低いわけですね。で、よく不動産経済研究所というところが、先月5月の首都圏の新築発売は何個で、初月契約率は何パーセントだから、好不調の分かれ目がどうのって言ってますけど、7割が好不調の分かれ目とかって言ってるんですけど、これ昨日も言いましたように、発売個数っていうのはデベロッパー側で調整できるわけですね。今月100個しか売れないなと思ったら100個だけ出しておけばいいわけだって。そうすると、初月契約率っていうのが、100%になるわけですから。ですんで、数字っていうのは参考値でしかないわけであって、あの数字が僕は5割切ってるのなんかほとんど見たことないですね。ごくたまにありますけど、でも実質的には10パーであったり20パーであったりすることもあるんです。でも、それが6割、7割、8割、9割という数字で出てくるんで、参考程度ということですね。で、例えばですね、経済誌っていうものがございますね。3年ぐらい前にダイヤモンド誌がですね、週刊ダイヤモンドが某城内エリアのマンションについて、全くあれ売れてませんよというふうに記事に書いちゃったんで。そうすると、さらに売れなくなって、その後2年ぐらい引きずってましたね。そういうことを書かれてしまうと、本当致命的なんで、我々の取材に対して売れてませんなんて、こういうことはほとんどありえないですね。で、この前、面白いなと思ったのは、とあるメジャーなメディアがですね、某住友不動産の某湾岸のマンションに、どうですか、売り行きはって
聞いたらですね、いやもう大好調でもう9割売れてますとか言って9割ですよ1500個ぐらいですよね、1500個のうち9割売れましたってことは、あと150個残ってるんですから、もうその時点でね、6年ぐらいキャンペーンやってる物件ですからね、それで9割本当に売れたのかどうか知りませんけども、まあただ住友さんっていうのはだいたい3年経てば完売しますんで、まあもうそろそろ完売かなというふうに私は見ています。まあしかしね、一般消費者にとっては非常にこれ分かれるいい話であって、売れてる売れてるっていうことしか聞かされない、でも実際は売れてないなんていうこともまあまあある、まあ不思議な業界ですね、こう真面目な顔をして嘘をつくっていう、まあそれにまあ騙されてる一般の方もいるんで、まあこういうおかしな習慣が成り立ってるんだと思います。はい、どうも皆さんありがとうございました。